毎度アーチでーす。毎度アーチでーす。今日8月13日何の日ですか？国際左利きの日、夜景の日。そうなんですか。8にトランプの K、 13じゃないですか。で、夜景の日。2人とも誰の指導を受けてるんですか？あ、あら、今日何の日ですか？西尾篤紀さんの誕生日ですね。おめでとうございます。33歳ですね。篤紀さん誕生日ということで、どうですか、奇跡の時代からの指導生の森磯さん。はい、まあ、それ以降に入ってきた藤代さん、はい、なんですけど、1年どうですか、結構変わりました、篤紀さん。めちゃくちゃ変わりましたね。どういうところ？動き、野球の中の動きもそうですし、話してる内容、メンバーシップを去年あたりからもう80本ぐらい上げられてると思うんですけど、おっしゃってる内容っていうのがすごく変わってきている。その中でいいクオリティを求めてやってるっていうのがすごく伝わるので、本当にこの1年すごい変わったなっていう印象を持ってます。藤代さんは前までは画面越しで見てた人だと思うんですけど、はい、変わりました、印象。そうですね、自分は結構松森さんがこの取り組みをして形になってから自分は指導を受け始めたっていう感じだったので、直接初めてお会いした時とかは、わあすごいなと思ったりしたんですけど、逆にそのメンバーシップ、自分は後追いする形でメンバーシップを見始めたので、意外と最初はこんな感じだったのかって、今めっちゃすごいと思ってたけど半年ぐらい前のメンバーシップ見たら、ああこういう感じなのかみたいな、そこからの進化みたいなものをすごくメンバーシップを見て感じて、篤紀さんがすごく頑張って半年間真剣に取り組んできたんだなっていうことを、その指導を初めて受けさせてもらった時にすごく感じました。この取り組みってバッティングをやる上、考える上で大切なことが詰まってると思うんですけど、篤紀さんってそういった点すごいいい感じで取り組んでますよね。間違いなく本当に先頭に立ってというか、取り組んでおられる中で、まあ、話す内容ほんますごい、直接喋っててもそのね、指導で LINE でやり取りすることもあるんですけど、あの言ってる内容がすごい変わったし、まあ、その中で合う合わないみたいなのがあるじゃないですか。それを本当に言わなくなった、あのここまでやりに行けと、追いつけと言わんばかりに LINE をこう返してきはるようになったんで。奇跡の時代の時やっぱ合う合わない言ってました？例えば、まあ、お前はこうやからこうみたいな、こうした方がいいんじゃないみたいな言い方をされてた印象っていうのは正直ありましたね。満足の方やったんですかね、それって。そうですね、まあ自分はこうやからこうなんかって、まあその時にね、素直に受け取ってたんで、ある種満足してたんじゃないかなと僕も思いますし。それをなくしてから成長速度も変わりました、森曽さんの。あ、僕のそれはもちろん変わりましたね。やるべきことっていうのを、相手のしんどいなみたいな、そんなところを考えずにズバッて言ってくれるようになったんで、まあある意味それが本当の向き合うと思うんで、そこはすごい変わった部分やと僕は思ってます。取り組みの姿勢がめちゃくちゃ変わったっていう話をしたんですけど、はい、藤代さんは入ってから篤紀さんの取り組む姿勢みたいなものを見てると思うんですけど、はい、でこのバッティングやっていく上で、はい、バッティングだけじゃないと思うんですけど、大切な姿勢みたいなのって感じることありますか？そうですね、篤紀さんの指導とか篤紀さんのバッティングとか見てて、それ一番に感じることは、例えばバッティングだったら、バッティングとは何なのかみたいな、従来のバッティングの指導だったら、まあ、パワーとかこうやってやったらスイングスピード速くなるよとかってこと言われがちですけど、そもそもバッティングってバットがボールに当たることだし、そういうところをすごい抜かさずに考えておられるというか、それを抜かさずに一番大切に常に取り組まれてるっていうのが、すごく他の指導とは違うところであり、すごく大切な部分だとすごく思います。なんか僕思うんですけど、良いものを求める姿勢みたいなすごいと思うんですよ。前までも通算7本塁打って言えるぐらいホームラン打ってた人だし、指導もしてた人じゃないですか。それなのに野球を考えるようになって、僕と話すようになって、こっちに挑戦してるのってすごいことじゃないですか。本当にそうです、すごいことやし、もうほんまにバッティングに対していいものを求めてるっていうのがないと変われなかったと思いますよ。それこそね、ホームランを打ってて、このバッティングやる前からハングでも主軸として打ってたわけなんですけど、そこから変わってもなお主軸になるまでのクオリティまで持っていけてるのは、もう本当にあの人の姿勢
やと思いますね。自分はその昔の厚則さんは画面の外から見てた人間だったんですけど、すごい前も言ったんですけど、ちょっとうさんくさかったっていうのがやっぱり印象だったんですけど、でも多分それって厚則さんは本当にバッティングがその頃から多分上手くなりたくて、だけどそれが最善だと思って、ただそれをその自分からうさんくさく見えた取り組みをやっただけだとすごい思って、っていうのは今の厚則さんがすごいこのバッティングに対してのめり込んで真剣にやられてる姿勢っていうのからすごく感じますね。今もうさんくさいって言われてるじゃないですか僕らもね、はいはい、でもなんかコツコツそれこそ柔軟性とかもすごい変わってる、体の取り組みを強化してるってところも特徴やと思うんですけど、その体の取り組みって増量も柔軟もそうですけど、その辺はどう感じてますか？それ、そうですね、厚則さんといえばまず最初に柔軟性の話がすごい来ると思うんですけど、取り組みをしている方々の中でもトップクラスの柔軟性を持たれてて、それがもともとできたものじゃないっていうこともよく皆さん言うと思うんです。一回その取り組みを諦めてもう一回柔軟を始めたみたいな話もあるんですけど、最初レッスンした時もやばかったからね、悲鳴上げとったからでそういうところででも、まあ、諦めずに一回折れたけどもう一回真剣に野球のために取り組もうっていう姿勢はすごいものがあるし、他にも食事もうすごい今も増量されてて、90何キロ今あるか分かりませんけど1日1食だってこともおっしゃってましたけれども、そうやって体にも気を使いながら、しかも筋トレも最近始められたということで、すごい野球に対する取り組み全面的にすごい取り組まれてるなってことを感じますね。仕事もちゃんとやってるしね。それがねすごいですよね。バッティングをするために必要なものは全部やるっていう強い意志を感じる、その強い意志をすごい感じるから、まあ柔軟もやるし飯も食うしで考えることをやめないから、まあああいうバッティングができてるやろなっていうのを本当にプレーで見させていただいてるんで、恐ろしいぐらい強いですね、その気持ちって、うん、なんか今アートベースで入ってもらってレッスン受けた人に厚則さんの指導を案内していくようにしてるんですけど、どうですか、受けてる2人からしてどういう方に受けてほしいとかあります？自分としてはその純粋に野球が上手くなりたいって気持ちを持ってる人っていうのがやっぱり強いかなっていうふうに思います。自分もまあ中学時代高校時代、まあ、いろんな方に指導を受けたりとか、なんとかがむしゃらに上手くならないかっていうふうにいろいろ取り組んできて、どうしても上手くいかない中で厚則さんをはじめアートベースさんに出会って、そこから今の取り組みを始めたわけなんですけれども、純粋に上手くなりたいっていう熱量を持ち続けることがこの取り組みの中でもすごい大事だと思うし、その純粋にできるようになりたいって気持ちってすごい野球だけじゃなくても大事だと思うので、そういう気持ちを持ってる人にぜひやってもらいたいなと思います。厚則さんぐらいバッティングとか、まあ、そういう野球に対する熱い気持ちを持ってる人じゃないとついてこれないんじゃないかなって思いますね。逆にあっこまで意思がないと、その多分話もついていけないぐらいやと思うんで、でしかもさっきも言ったんですけど、満足を与えようとしてないんで、結構こう厳しい、ここまでやらなあかんっていうのも、まあ、結構言われると思うんで、そこをしっかり受け止めれる人でないと、まあ、厳しいんじゃないかなと僕は思います。ありがとうございました。で最後に今日誕生日ということで、厚則さんにメッセージをお二人からお願いします。厚則さんお誕生日おめでとうございます。いつもバッティングに対する真剣な取り組む姿勢すごく見習わせていただいております。まあ、しかしバッティングだけではなくて、まあ、野球選手としてお互いに守備も走塁も頑張っていきましょう。厚則さん誕生日おめでとうございます。会ってからだいぶもう僕もね 5,6 年経つんですけど、バッティングにするその気持ちっていうのを、まあ、見てたからこそ、まあ、僕もついてこれたと思うんで、まあ、その気持ちをこれからも絶やさずに持っていただきたいなと思ってますし、まあ、僕はね常々ね厚則さんをあの森荘2号にしてやるっていう風に言ってたんですけど、逆に僕が完全に厚さん2号になりきれるぐらい、まあ、頑張りたいと思ってますんで、まあ、どうかこの探求を止めずにずっと前を走り続けていただいてほしいなと思っております。これからもどうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日は誕生日の回になりました。
ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。